なお被爆し続けながら命がけで私たち福島県双葉郡の人たちが現場で働いてるんですよ。これは日本のために働きながら実際は何の手当もされていないのが実情です。私もどのぐらいの数字の被爆をしたか分かりません。線量計では測れない、いずれも針が振り切れる環境で被爆をさせられました。そんな辛さを多くの被害者の代表として今回は国政に参加したい、見てきたような嘘をつかれ続けているわけにはいかない、100ミリシーベルトの被爆者はいない、県立医大に来た長崎大の教授山下は調べもしないで言いました。私のことを調べないで言ってます。私たちのことを調べないでいい加減なことを言われて、福島県内は放射能の海です。本来の放射能の基準から言うと日本では1ミリシーベルト以下なんですよ。皆さん一般の人が住めるところは、ところがもっともっと高いところに子供も高齢者も住んでます。みんな住んでるんです。住まわされているんです。騙されているんですよ。子供たち、福島県の子供たちは何言っていくか皆さんにお知らせに来ました。私たちはもうモルモットで結婚できません、将来はもうダメです。子供がですよ、子供が結婚できないっていう子供自身が言ってることを日本政府はそのままにして、再稼働だ、景気回復だ、そんなことを言ってます。ところが最近の朝日新聞はいろいろ実態を公表し始まりました。私たちはあのようなことは以前から分かっているんです。昨日はお金の問題、その前もお金の問題、今日は現場の実態ですよ。私もそうです、私たちもそうです、私の家族もものすごい被爆をしています。皆さん、こんな日本でいいわけありません。正しい情報を今日は静岡県内の皆さんに語らせてください。正しい情報もう一つあります。とんでもない情報です。それは3月3日、2011年3月3日に日本政府と東京電力、東北電力、日本原電が地震津波情報を発表することをやめた日です。3月3日、3.11、3月11日に実際起きました。しかし彼らは3月3日にその情報を止めてしまったんですよ。青森県から千葉県沿岸で亡くなった方、津波で被害を受けた方々はその人たちによって殺されたんですよ。これは分かっていながら予告をしなかった犯罪です。殺されたんです。皆さんご存知でしょう。記憶にもありますね。岩手県の南三陸町で必死になって町民の避難誘導した若い女子職員、結婚を控えていたあの職員が津波に飲み込まれました。この3月3日に地震津波情報を出していれば亡くならなくても済んだ人が彼女です。そして私の町でも24名ぐらいの方が直接津波で亡くなりました。これが分かっていれば亡くならなくても済んだんではないかと思います。そしてあの津波に押し流されてどうにもならない光景もあります。日本のメディアでは映してませんが、外国のメディアではちゃんとあの大変な状況を映されております。私はウクライナに行ってきました。チェルノブイリの博物館に
日本人が遺体収容されている生々しい映像があります。日本のメディアが撮った映像、国内では流されていません。これほど私たち福島県並びにあの地方の方々は人として扱われていないんですよ。物としてしか扱われていない。この現状をぜひ皆さんにお伝えしたくて参りました。私たちは物ではありません。善良な国民です。皆さんと同じく憲法を重んじ、国民の義務を果たし、そして善良な国民でした。しかしこの事故以来、私たちは人間として扱われていません。4畳半の小さなところに住まわされている、まさに倉庫のようなところに住まわされているんです。皆さん考えてください。4畳半にテーブルを置いてテレビを置いたりなんかすると、足の踏み場はありません。そこに今もなお泣きながら住んでいるのにもかかわらず、何でもないようなことを政権政党は言っています。私たちのところに来るのは選挙の時だけです。当選したらもう来ないんです。そういう人たちばかりでした。今度は被害者の代表として私は国政に参加して、意気承認として本当のことを訴えてまいりたいと思います。私の話を初めて聞いた方多いと思いますけども、皆さん、原発の事故は過酷ですよ。もう放射能を出すことを証明しました。原発は放射能を出すことを証明しました。絶対安全でないことを証明しました。今私たちは健康調査はされていません。私は事故直後から健康調査を訴えていましたけども、その調査はされていません。なぜか、やはり原発を推進する、原発で設ける 1% の国民のために 99% の皆さんが騙されています。皆さん、ここにいる皆さんも今度の原発事故にお金を負担させられていることをご存知でしょうか。除染作業に、除染費用に皆さん協力させられています。あの放射能を除去する作業に要する義務もあるんですよ。皆さん、皆さんも国民の責務ということで、勝手に電力会社が放射能を出したものについて、あの法律見てください。女性に関するかなり長い法律ですけど、その中に国民の責務ということが織り込まれました。皆さんも責務あるんですよ、女性について。ところが放射能を出した企業は関係事業者第5条に協力しなければならない、第6条に国民の責務務めなければならない、義務です。義務なんですよ。義務を勝手に作られました。特別増税もありますね。これも今生きてないものに、息をしていないものに使われています。私たち息をしているものには使われておりません。福島県は予算を使い切れずに国に返上しております。今一番必要なのは、あの4畳半で泣いている、泣いて暮らしている人たちの救済です。そして何よりも福島県内で被爆し続ける子どもたちの避難です。子どもたちを大切にしない日本、これでよろしいでしょうか。私は大反対。この次の国を守っていただく、私たちを守っていただく子どもたちを福島県内では被爆させ続けています。子どもたちには異変がどんどん出てきています。クラブ活動ももうできない、だからサッカーもうできないからやめるんだ、福島市内の高校生は言ってます。それからあの自民党の高市早苗、あれはとんでもないやつですね。私たち被害者はみんな怒ってます。毎日のように今死んでいるんですよ。死んでいるんです。
自殺した話も一昨日聞きました。その前には友達がある日突然死んでいる、それが一人二人じゃないんだという話も聞かされました。こちらで死んだということを伝えているうちに、いや違うよ、あっちでも死んだよと。突然死ぬんです。死ぬ方は自覚症状がありません。セシウムは筋肉に作用します。特に心筋梗塞が福島県内では多くなっています。もちろん子どもの甲状腺検査も、甲状腺ももうどんどんとそのがん化が始まっております。このような恐ろしいことがどん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 進んでいるにもかかわらず、原発再稼働だった誰も死んだ者がいないなんていう愚かなことを言われているんですよ。みんな怒ってます。高市発言に対してもみんな怒ってます。こんな苦しいことをさせときながら、周りに人が死んでるのに何言ってんだと、ふざけんなって、私たちは、私もそうですよ、怒ってます。皆さん、今日は本当のことをお伝えに来ました。3月3日、日本政府は地震津波情報を隠してしまった。隠したんですよ。3月3日に国民に相談をせず、電力会社に相談したんです。文部科学省は東京電力、東北電力、日本原電に相談して、3.11 の津波情報を隠蔽しました。隠したんですよ、出すこと。多くの国民の皆さんはこれを知りません。今日は新聞記事を持ってきております。もし確認したい方はこれから皆さんにお渡ししたいと思います。ぜひ確認してください。日本政府はとんでもないことをやりました。日本人を裏切ったんです。日本人を殺したんです。日本人に対して多大な影響を与えておきながら、平然と自分たちは私たちを面倒を見るとか指示をするとか、依然として上から目線です。 何も知らされない私たちは、なんで戦うことができるでしょうか。皆さん、原発はもうやめましょう。原発は不良債権です。原発は時代遅れです。アメリカでは税金を投入しないから原発は維持できません。もうだからアメリカではどんどんと廃炉に向かっています。どうぞ福島の二の舞を皆さんは味わわないようにしてください。放射能はこの静岡県にも飛んできてます。沖縄にも飛んだんですよ。鹿児島でも観測されてるんですよ。自然放射能と人工放射能は全く性質が違います。それを原子力村の連中は影響のないという無責任なことを言ってます。彼らこそ人殺しです。人工放射能が撒かれただけでこれは犯罪です。ないものがあるわけですから、病気が発生するかしないかではありません。放射能があるかないかです。放射能があるということは、東京電力は責任を持って片付けなければならないんですよ。騙されないでください。皆さん、瓦礫の燃焼によって放射能を含んだ瓦礫を持つことによって、日本全土に放射能を環境省によってばらまかれているんです。いいですか。日本どこでも放射能があるような環境づくりを環境省がしています。やめましょう、やめさせましょう。皆さん、賢明な国民になってください。賢明な国民になってください。今日最後にここでお話をするわずかな瞬間しか皆さんと時間を共有できませんけども、本当のことをお伝えに来ました。静岡県の皆さん、福島の惨状はこれからどんどんとニュースになります。そんなことにこの静岡県がならないように先手打ちましょう。予防しましょう。静岡県の県民の皆さんの健康を守りましょう。子供を守りましょう。子供を守らない福島県、よく見てください。決してニュースにはなりませんけども、小さな小さな
ネットとかそういうところは真実を伝えています。公共機関の公共放送等についてはほとんど東京電力が内閣主です。決して本当のことは東京電力に不利なことは伝えられていません。よく判断してください。私は最後の力を振り絞って皆さんに真実をお伝えに参りました。私も喉がおかしいんですよ。これからどうなるか分かりませんが、とにかく命のある限り戦ってまいりたいと思います。真実を皆さんに、全国の皆さん、そして全世界の皆さんに、被爆体験者として原発の被害者としてお伝えしさせていただきたいと思います。そんな井戸川は力を振り絞って国政で本当のことを言い続けたいと思います。ぜひ、名前を聞いたことない井戸川かもしれませんけども、今度の原発に対しては貴重な一証人です。町長としてあれほど濃度の高い放射能に被爆されたのは全国唯一私なんです。その私が本当のことをお伝えに来ました。井戸川を国政に送ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。時代遅れの税金の塊、不良債権の塊の原発をやめさせましょう。皆さんはわからないところで負担をさせられております。エネルギー危機という作られた危機で皆さんは脅迫されていますけども、そんなこと言うんであれば高速道路の電気を消しましょう。高速道路、あるいは不要な電気を消しましょう。それだけでも何パーセントでも節電になると思います。これをすることによって電力会社が皆さんを脅迫しているエネルギー危機というのは解消されます。どうか賢い国民になっていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。井戸川勝孝でした。どうもありがとうございました。